はい、どうも皆さん、こんにちは。沖縄の大学生、星音です。今日はね、私が、意識を失って倒れた時の話っていうのをしていきたいと思うんですけど、ここにね、今日自動車教習所に行ってきたんですよ。で、自動車教習所のそばにあるね、業務スーパーで、今日はエビフライを買ってきたので、これをね、揚げながら話していきたいと思います。で、私が倒れたっていうのは、その昨日とか今日の話じゃなくて、9年ぐらい前の話なんだけど、なんでその話を今いきなりしようと思ったかっていうとね、今日自動車学校に行って、なんかその、あなたはね、運転する、に値する人間か、ちょ、それ言い方がおかしいな。運転するね、まあ、適性があるかですよね。そういうのを、検査っていうか、その調べられるんですよ。あなたは運転して大丈夫かっていうのをですね、まあ、判断力があるかとか、なんだ、なんかこう、怒りっぽい性格じゃないかとかね、そういうのを、検査されるのと同時に、まあ、体にね、問題がないかも、一応確認されるんですけども、基本的にね、最低限こういう、体にこういう病気があったりすると免許取れませんっていうのは最初に説明されてて、それはクリアしてるので、別に別に、私が倒れたのはそのなんか病気で倒れたとかじゃないので、明日もしかしたら倒れちゃうかもしれないとか、そういうことはないのでね、だから別に私が車を運転することに、その点においては問題はないんですけど、そのね、車の適性検査の中で、もしまた油が温まってきたかな、あなたは今までね、意識を失って倒れたことがありますかっていう質問項目があって、私はあるので、あるに丸つけたんですよ。そしたら、なんかね、ここのね、こっからここの間の項目に当てはまった人は、ちょっと相談に来てくださいとか言われて、私はね、ちょっとさ、これ油バチバチってならないよね。今、よーく、フライパン拭いたんだけど、大丈夫だよね。で、エビフライね、このプリッとエビフライ。これ、10個入ってさ、200円ちょっとだったと思うので、安くていいなと思って買いました。それで、なんだっけ、それでさ、そんなわけで、今まで倒れたっていうか、意識を失ったことがあるに丸をつけたから、なんかこう、相談をしに行く、はめに行って別にいいんだけど、その、相談をすることになったわけですよ。でね、そしたら、なんかこう、いろいろね、聞いてもらってね、そんなことがあったんですかとか言ってね、話を聞いてもらうわけだよ。でね、私が、9年前倒れた話をなんで今までね、YouTube とか、まあ、あと最近ね、別に普通にさ、友達はいないんだったわ。まあ、人にね、私倒れたことあるんですよとかいう話をなんであんまりしなくなったかっていうと、昔はね、してたんですよ、私。ね、聞いて、私ね、倒れたことあんのとか言って、結構それ話題にしてたんだけど、まあ、小学生ぐらいだとさ、やっぱさ、みんなこう、いや、そうなの、すごい、どんな感じだったのとか言ってさ、話が膨らむわけだけど、まあ、大学生にもなってさ、なんかいきなりさ、私倒れたことあるんすよ、とか言われても、ウケるとかならないじゃないですか。もう、なんて反応していいかわかんないですよね。だから、それもあるし、あ、違うんだよな。なんかね、一回ね、そんなノリで、自分が倒れた話をネタにしてたら、なんか私もね、倒れたことあるよ、みたいな感じになって、その場が。なんか、そこに、たまたまね、私がその話をした時、一緒にいた人が、あ、私もあるある、みたいになって、なんやねん、みんなあるんかい、みたいになって、なんかその場がしらけたので、だからもう倒れたことをなんか自慢話のように語るのはもうやめにした。多分そのトラウマがあるからあんま話してなかったんですけど、だけどやっぱね、今日自動車学校に行ったら、倒れたことあるんですか、みたいな感じで、なんか倒れたことってやっぱないよね、みんなね。どうなんだろう。まあ、そんなになんかさ、そんなに珍しいことじゃないと思うんだけど、やっぱ倒れたことない人の方が多いんじゃないかな。うん。なんかだって倒れたことあるに丸つけてたのは私だけだったんじゃないの？わかんないですけどね。自動車学校でも。まあ、基本的に倒れることってないですよね、あんまね。で、私はなんで倒れたかっていうと、ちょっと待ってね。今どこまで話したかわかんなくなっちゃった。なんだっけ。なんで倒れたかっていうと、卒業式の練習ですね。卒業式の予行練習っていうのがあって、小学校の。で、私の小学校は5年生と6年生が卒業式に出席することになっていたので、5年生の時初めて卒業式に出ることになったんですよ。で、5年生の卒業式の予行練習の時だから、本番と同じようにね、なんかこうさ、最初から最後までね、こうみんな立って歌を歌ったりとか、もうなんか来賓挨拶とか、なんか意味のわからない練習をするわけですよね。なんか最近さ、コロナでさ、卒業式とかね、入学式とかの来賓紹介がなくなったら、もともと無駄だったプログラムが、なくなってね、結果おもろいじゃん、みたいな、なんかそう笑い話がありますけども、まあ10年前、10年は経ってないな、9年前、8年前ですか、当時はね、こう無駄なね、来賓紹介というのは、卒業式には付き物だったわけですから、やっぱプログラムが長いわけね。だから長時間にわたってね、なんかこうじっとしてなきゃいけないわけですよ。で、私じっとしてんの苦手じゃないですか。いつもね、私の動画見てもらってるからわかると思いますけど、私こう動くは、なんていうの、なんかそう、じっとしてんの苦手なんですよ。で、それなんでなのかよくわかんないんだけど、なんでだと思いますか?よくわかんないんだけど、なんかとにかくね、じっとしてらんないタッチなんですよね。ですから、まあ当然卒業式の練習っていうのも、まあ、あんま楽しいものじゃなかったわけだ。でも別にそんなに辛かったわけじゃないんですよね。なんかすごい我慢してたとかそういう思い出もないので、別に辛かったわけじゃないんだよね。
で、なんか歌を歌ってる時なんだけども、で、卒業式の後半だったのかな、多分後半だったよな。お昼がもう近くなってたから後半なんだけど、歌を歌うわけだよね。で、こうやってみんなで、あの、一本立ちになってさ、歌を歌うわけだよ。何の歌だっけ？あの、なんかね、なんかこう、旅立ちの、なんとかみたいなさ、いや、旅立ちの日じゃないな。なんかね、なんか鳥の歌？なんかあの、鳥が羽ばたくみたいな、なんかそういう歌だった。なんだっけ？何の歌だっけな？歌を歌ってる途中に、なんかね、ふと、なんか目の前がもやってした記憶があるんだよね。なんかそう、あの、当然、体育館の前を向いてるんだけども、なんかあの、ふっとね、なんか目の前が、なんていうの、もやもやっとするわけ。で、そっからもう、で、その次は、なんか先生に抱えられてね、保健室に運ばれてる記憶なんだけども、本当になんていうの、なんか辛いとか、なんか痛いとか、なんかやばいなとか、そういうの、全くないわけ。なんていうの、だってその、倒れたことなんかないわけだからさ、よくわからんのよ。なんかね、あ、自分倒れるなとか、倒れそうとか、そういうの全くなくて、なんか目がもやっとした、あれみたいな、なんか、んみたいな、なんていうので、自分が何、今どういう状態に置かれてるのか全くわからないまま、自分はもう、あの、気がついたら運ばれてたんですよ。担任の先生は男だったんだけど、担任の先生とさ、あの、教頭先生に、二人がかりで抱えられて、まあ、そんなに別に当時重たくもさ、大きくもなかったから、別に、一人でも運べたと思うんだけど、いや、文句言ってるわけじゃないですよ。そう、教頭先生と担任の先生に、二人がかりで運ばれてたんですよ、私は。で、なんかさ、なんだかよくわからないじゃないですか。だって、歌を歌ってたんですよ、自分はね。歌を歌って、あれ、なんか目の前が、あれ、なんか、もやもやするぞ、みたいな感じになったら、おー、起きたかみたいな、なんかそんな声で、先生とね、あの、教頭先生の声で、どっちの声だったか忘れたけど、男の先生の声で起きて、よく運ばれてるのよ。こう、なんか先生になんかお姫様抱っこみたいな感じで抱っこされながら、運ばれてるのね。で、なんかさっき当時のことを思い返して思ったんだけど、多分ね、なんか頭がね、なんか頭がこうブラブラされてた記憶があるから、こうやってあの、私はこう血圧が下がってね、要は頭に血が上らなくなって倒れたわけなので、多分さ、その時さ、先生の運び方がさ、適当でさ、私の頭がこうやってなってたから、頭に血が上ってさ、息を吹き返したって、息はあの、してますよ、ずっとね。あの、意識を取り戻したんじゃないかと思うんだけど、まあ、それはどうでもいいや。で、まあ、だからそんなこんなで、私は、こう、意識を失ってたんですね。それで、保健室に運ばれてさ、大丈夫かって。でも、もう、私は大丈夫なわけですよ。意識戻ってるわけだから。なんていうの、だからそう、頭にさ、血が昇れば、もう血圧が戻ったってことでしょ。よくわかんないけど。なんも記憶ないんだけど、まあ、とりあえず私は、運ばれて、で、なんていうの、なんか気づいたら、なんかだから寝てるみたいな、そんな感じなのよ。で、特段別にさ、なんか体がさ、辛いとかそういうのもないので、私は元気だったんだけど、よく考えてみるとさ、とんでもない話じゃないですか。だって小学生がさ、いきなり倒れるわけだから、びっくりするのは周りの子ですよ。私は何もなかったんだけどさ、元気だったんだけど、周りの子だってびっくりじゃないですか。だって卒業式の練習で小学校5年生ですよ。小学校5年生でさ、目の前でさ、同級生が倒れたりしたらさ、とんでもないびっくりじゃないですか。ね、人が倒れるシーンとかさ、名探偵コナンでしか見たことないんだからみんな。もうさ、死んだかと思うわけですよね。モスネーがなんか死んじゃったんじゃないかっていうことで、それで、私は何もなかったのに、なんか私の周りにいた人たちがみんななんかこう気持ち悪くなっちゃったりとかさ、なんか怖くなっちゃったりとかして、なんかとんでもないことになったわけですよ。だから保健室にさ、なぜか私が元気なのに私のクラスのみんなが運ばれてくるみたいな、なんかそんな感じになっちゃって、その後。それはそうだよね。だって目のなんか白目向いてたらしいんですよ。私は全く覚えてないから、覚えてないというかそれは意識ないんだからさ、わかるわけないんだけど、思いっきりなんていうの、卒業式ってパイプ椅子があるのね、体育館にね。パイプ椅子ごとバーンって後ろに倒れたらしくて、そんで白目向いて倒れたんで、まあそれは確かにね、死んだと思うよね。わかんないけどね。いや、その目の前でさ、同級生が倒れるわけだから、それは恐ろしい話で、だから、なんていうの、自分は元気だったのに、なんかこうみんなに迷惑をかけたっていう、だから私は加害者ですよね、言ってみればね。なんでな、みんなびっくりさせてさ、なんか、みんなの体調を狂わせてしまったんだから、私は加害者だったわけだが、で、それでね、何の話が、なんか面白い話ないかな。で、それで、面白い話はこっからなんですよ。で、この話の一番面白いところはここね。で、そんなこんなでさ、まあ普通に考えて私結構元気、まあなんていうの、なんかそのさ、今にも倒れそうみたいな感じではなかったと思うのでね。キョロキョロだったけど、そんなになんかさ、この人倒れちゃいそうだな、みたいな、そんな感じではなかったと思うので、てかさ、エビフライ美味しそうじゃないですか？めっちゃ美味しそう。で、倒れたんだけど、まあ私はふざけたね、学生だったわけですよ。まあなんとなく想像していただけると思うんだけど、まあいたずら好きでね、もう毎日ちょろちょろしてるような学生だったので、先生がね、担任の先生がよ、私が倒れた時に、だってみんなが歌を歌ってる途中にさ、椅子がガタガタって倒れて、で、誰かが倒れたわけですよ。で、先生もびっくりじゃん。いくら学校の先生をさ、長くやってたってさ、人が倒れることなんてあんまりないんだから。
なんかそう気持ち悪くなるとかさ、あってもさ、本当に倒れちゃう人ってなかなかいないんでしょ。だから先生も焦ったんだよね。で、誰かが倒れたっていうことで、先生めっちゃ焦ったらしいんだけど、これ後から先生に聞いた話ね、担任の先生にね。後でされた話なんだけど、で、そしたらさ、誰が倒れてたんだと思ったら、いつもふざけてる星名くんが倒れたということになったわけですよ。あ、で、そしたら先生はさ、なんだと、もうなんか一瞬焦ったけど、こいつはあれやん。普段からね、遊んでるこいつだったら、きっとね、なんかさ、みんなが歌ってる時になんかこう一人で踊ったりして、で、椅子に引っかかって倒れたに違いないと思って、だから私がふざけて倒れたんだと思われたんだよね、先生にね。そんで全くもうふざけんなみたいな感じで近づいてったら、本当に倒れてるみたいな。それでだから先生は、だから焦って、一旦落ち着いて、もう一回焦るみたいな、なんかそんな感じだったらしいですよ。それ後から先生に聞いた話なんだけど、そう、こんな話されてね、全くもうお前のことだからさ、ふざけて倒れたのかと思ったよって言われたのは、それ私もう笑って聞くしかなくて、そのね、でも面白い話ですよ。だから、ちゃんとね、真面目に生きてないと、なんかね、もしなんか自分の身になんかあった時にね、狼少年みたいにさ、いや、なんだ、こいつのことなんか大したことないだろうとか思われちゃうわけですから、ちゃんとね、なんていうんですか、ちゃんとしなきゃダメっていうことですよ。とりあえずね、この話から学べることは。うん、そういうことですよ。で、まぁ、そんなこんなで私は倒れたんですよ。で、別にね、それは、まあ、当然さ、なんかまあ、一応、今までその倒れそうになったこととかなかったので、突然倒れたわけだから、一応なんか病院に行ってね、検査しましょうみたいになって、病院にね、行ってね、こう、北里メディカルセンターに行って、まあ、いろんななんか検査を受けるわけですよ。心電図とかさ。初めてやったな、なんだろう、なんかレントゲン、なんかいろんなね、あ、こんな機械、テレビで見るやつだ、みたいな、なんかそういう機械をいっぱいやってね、いろんな検査をしたんだけど、結局病気とかは見つからずに、なんだろう、なんか、要は、なんていうの、突っ立ってたら、血圧が低くなったと。なんか、起立性低血圧っていうんですか。まあ、要は、立ちくらみの進化系っていうか、その立ちくらみになった時に、私は立ちくらみっていうの知らなかったから。だから本当はさ、立ちくらみになった時に、あ、自分なんか、ちょっと、かがまなきゃとかなるんだけど、立ちくらみがわかんないからさ、なんか自分の身に起きてることが何もわかんなかったから、なんか自分なんか目の前がモヤモヤしてね、みたいな感じでそのまま倒れちゃったっていうだけの話でね。だからそれ以降私何度か立ちくらみはあるんだけど、まあ、だんだんね、大きくなってきて、やっぱ寝不足とかじゃなければね、ないので。で、まあ基本的に問題はなく、車の運転中にね、意識を失ってしまうとか、それで、なんか差し障りはないと思うので、特段問題はないですねって、あ、で、今日自動車教習所でもそういう話をして、あ、全然問題は、全然かはわかんないけど、まあ、とりあえずじゃあ問題はなさそうですねという話で、うん、まあ、それは、そうですよ、問題はないと思いますけどね、って、そういう話で落ち着いて、で、まあ、今後も引き続き自動車免許を取得するために、まあ、授業を受けると、まあ、そういうことになったわけですね。ということで、ごめんなさい、私が倒れた時の話でした。で、エビフライめっちゃ美味しそうじゃん、これね。じゃあ、いただきまーす。めっちゃ甘い。これすごいな。プリプリ。これいいよね。だって一匹20円ぐらいで買えるわけだから、これいいよ。めっちゃ美味しい。エビ、どこ産って書いてあるかな。インドネシア産のエビだ。美味しいね。これめっちゃ美味しいです。しかもさ、賞味期限がさ、2023年なわけ。2年間さ、保存できるってさ、すごくないですか？まあ、家庭用の冷凍庫でさ、開け閉めしてたら2年は持たないだろうけど、でもいいですよね。こういうのいいな。こういうのぜひ冷凍庫にね、入れておくといいですよ。いや、別に全然入れとかなくていいと思いますけどね。うん、じゃあエビフライ美味しかったということで、今日の動画はここまで。ありがとうございました。